にちは、ももです。くろです。ももくろチャンネルです。はい、というわけで今日は究極の二択、イエーイ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 。はい、というわけで今日は究極の二択をですね、ももくろで、ズバズバどしどし回答していきたいと思います。どうぞ、はい、どうぞ。はい、いきます。はい、1、生まれ変わるなら男は女。せーのでいきますか。はい、せーの、男。まあ絶対そうだと思った。おもちゃん、なんでなんで。女って最高じゃない。なんでその心は。楽しいこと、まあ男も多いから、楽しいことが多い気がする、女の方が。そんなことないか。メイクとかね、そういうので結構メイクも、まあでも今はね、男性もメイクする時代なんだろうけど、まあ、メイクとか、まあそういうのも楽しいし、体もさ、面白いじゃん。おっぱいがあったりとか。まあおちんちんも面白いよね。おちんちん経験したい気持ちは確かにありますけど、なんか女性の方が9倍気持ちいいとか。本当かね。まあ出産もさ、すごい。そうだね、母になるという経験は確かに男ではあれできない経験ですね。どう。いや、私はちょっとやってみたいね。その男同士の笑いとか好きだし、結構その笑い、芸人さんとかもいいし、私やっぱ積極的なので、まあ男子は男子で楽しめそうな、キャラ的に男子の方が合ってるような気はする。でも女子十分面白いからな。別にわざわざ、面白いんだよ。別に満足してるんですが、まあやってみたいなっていう気持ちは。そうね、出世しなきゃみたいなやつもさ、ちょっとプレッシャーがすごいじゃん。大変だよ男って。でもそれさえしたら別に結婚とかやっぱ焦んなくていいし。いや、でもやっぱいつまでも元気でモテるみたいなのいいな。なんか確かに、ね、女子はそのやっぱ賞味期限的なものは明らか短いから。はい、はい、いきます。はい、辞めるならどっち？ブロガー？ももクロとの関係？何これ。これ誰が考えたの、この二択。すごいこと聞いてくるね。すごいこと聞いてこない？難しいよ。友達を辞めるってこと？友達か仕事、どっちを選ぶみたいなこと？誰が考えたの、こんなこと。比べられるわけないじゃないね。私と仕事どっちが大事みたいな。そうだよ。でもさ、じゃあさ、ブロガー辞めたら、なんかしたいこととかある？はい、やりたい仕事。もともと飛ばないスッチ、なんて言うんだっけ、グランドスタッフだったね。グランドスタッフやってた。だったわけじゃん。うん。あれにまた戻りたいって。いや、思わないかな。全然思わない。めちゃくちゃ仕事楽しそう。いいかも、不動産屋。不動産屋いいかも。物件好きだもんね。で、クロちゃんは何になりたいの？質問がめちゃくちゃずれてるけど。でも、婚活赤の、だから、あ、いいじゃん、うんうん、婚活のコーディネーターみたいな、うんうん、でも、あれって相当なんかこう、いい人が来ればいいけど、うん、全然無理そうな人を、うん、にあなたの価値はそんなにないっていうのを多分伝えてくる仕事だと思うね、うんうんうん、うまく、うん、だからこういう人とも会ってみた方がいいとか、それ結構きつい、うん、言いづらいよね、うん。まあでも考え方とか、私めちゃくちゃその秀丸とかで一番大事なのは、見栄とか張ってそういうなんかスペクトカーに走るより、あなたの価値を一番分かってくれる人とやっぱ結婚する。それすごい刺さった。でも本当そうだよねと思って。なんかあれじゃない、心理カウンセラーみたいな方がいいんかな。そっかそっか、そうだね、うん、確かに婚活だときついかもしれない。はい、ということでちょっと同時に溺れていたら恋人、ももクロ、ちょっと待って、ね、やめてよ本当に。恋人恋人なんでよ、助けろ。翔くんと私がじゃあ溺れて、いや、どヤクロちゃん自分で生還できそうだな。まあでも翔くんも生還できそうだ。どっちも助けないかも。どっちも助けない正解かもね、うん、なんかちょっと。でもな、どっちか、子供と翔くんだったら子供取る。さすがに子供取るでしょ、うん、だって子供と自分だったら自分が命差し出す。怖いな。自分の命差し出すの怖いな。怖いな。
女の友情は成立するをしない？せーの、する。するっていうかさ、うんうん、タイプじゃない人いくらでもタイプじゃないじゃん、うんうん、何回会ってもタイプじゃないじゃん、うん、したらもう友情にしかならなくない、うん、なんかタイプの人と友情はもしかしたらないかもしれない。好きになっちゃったら、それ好きになっちゃったらさ、関係性崩してでも行く？崩れないようにアピールする友達、うん、好きになったらもう崩れてもいい？どうする？今まであったそういうの、友達だけど好きみたいの、うん、ないかもな、私意外とね、ないない。でも達也は友達だって、この部分この YouTube 達也ってめっちゃ出てくるけど大丈夫ですか？達也達也大丈夫OK 撮ってる OK 撮ってる。奥さんとかもいいの？家族、奥さんいるえ、で達也は友達だった？達也は友達じゃない。あ、もう全然友達じゃない。横の高校とかなの？うん、違うクラスの人でこういう感じ。あ、そういう風に始まってるのが多いかも。こういう風に始まってることが多い。へえ。で連絡先聞いて、うん、結構自分からまずはさっき積極的にスタート。そうだね。手でちゃんと手に入れてんのすごすぎる。確かに。でどう？そう、友達好きになったことあるよね。絶対あるわ。超ある。超ある。クロちゃんは友達こそ好きになるか。でもその後とかもなんかちょっと全然友達になれるな私。そうだね、うん、別になんかちょっとめちゃくちゃなってる。元彼とか告った人とかも友達になったりしてるから。そうだね。私が相手を好き、相手が私を好き、どちらの方がいい？せーの、私が。相手が私を。え、あ、そっか、そうなんだ。そうだよね、うん、はい、せーの、私が相手を好き。え、なんで変えたの？いやいや、これはお互い好きでどっちの方が重いのかっていう話かと思ったけど、お互い好きじゃないのであれば好かれてもいいみたいなね。やっぱね、好きな方が楽しい。こう努力したりとかさ。確かに。どうしてもね。でもそれってダメ。何が幸せでは、あ、でも幸せなのかな。一般的な幸せではないかもしれないけど、まあ相手も好きでいてくれたらいいけどね。いいけどね、好きじゃなかったら本当辛いだけだよね。うん、そうだね、そりゃそうだね。やだね、やだよやだやだそうね、好きな方がでも楽しいかな、なんか、うん、やる気起きちゃうな、なんかもっと好きになってもらいたいみたいな。ダメだね。いいことじゃん付き合うなら時間に超ルーズな恋人、お金に超ルーズな恋人、どっち？せーの、時間時間さあ、金はきついね。お金は時間のがまだ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 マシだね。でも結婚とかってやっぱあんま時間にルーズすぎて、町どっちかってルーズな方だからさ、ルーズすぎるのも結構イライラするよね。起きてこないとか、朝イライラはするだろう、ね、でも自分もさ、朝とかはもう起きたくないとか言ってらんないけど、子供いるとかといってきっちりな人からしたら嫌われちゃうような気がするし、きっちりよ。でもきっちりに自分が合わせていく方が健全だよね、うん、そうだよ、うん、だからまあ頑張れる方が健全かもしれないけど、お金はさ無限じゃん。うん、無限に借金できるけど、時間って限られてるじゃん、はいはい、1日24時間しかないから。いい、うんうん、だからストレス この割合は全然お金の方が多そうに。確かに3億5000万とか借金するかもしれない。やばすぎる、自己破産時間はね、確かに、うん、いやでもどうする、水曜待ち合わせなのに日曜とかに来るの何してんの。元カノ10人、元カノ0人、どちらの方がいい？せーの、元カノ10人。10人って少なくないの？このどっちにしてもさ、100人とかじゃない？ね、本当だよね。10人超普通じゃんね超ありがとうの人数な気がする。0はやっぱ嫌だ。あー、嫌でもないかも。逆にすごい大事にしてくれる、うん、そうだよね。
100人よりかゼロだね絶対。うん、そうだね、そうだね、なんか変に経験ない方がいいパターンもあるかもしれない、もしかして。確かに。どっちが嫌？浮気現場を目撃する、浮気現場を見られる。せーの、見られる。ええ、なんで？え、これだって浮気されるのが嫌じゃん、まず。うん、ああそういうこと。だからなんかそこで言い訳とかする方がなんかめんどくさい、見られちゃった時に。うん、経験ある？ないかな。私もないよ。見たこともない？見たこともないけど、あ、メールとかはある。え、それどうすんの？え、もちろん問い詰める。うん、問い詰める。そんな黙っておけないよ。で、なんか待ち合わせ場所にいた時にもう私は知ってて、うん、ミクシーかなんかパソコンで見ちゃったみたいな。で、待ち合わせして、その時なんかもうやさぐれててさ、こいつ本当と思ってたから、缶チューハイを待ち合わせ場所で飲んで、ね、で、ついてバシャってかけた。おやばいことをしたことがある。誰なのそれ？マサヤ。達也にマサヤに。犯罪を犯して一生逃げ続ける、すぐに逮捕されて牢屋で余生を過ごす、どちらを選ぶ？余生。生いい？え、待って、え、全部？もう一生出られないの？10年とかならね、入るけど。すぐに。あ、そうなの？うん、一生ってなると話変わってくる。うん、もうでも捕まったらもうゴリゴリに整形するな、まず。でもその整形とかも、もう整形の場に行ってさ、指名手配とかされてんのかな。しかもめちゃくちゃバレそう、この顔とか。ハンデが。もうさ、背変えないと無理じゃない。うん、男にならないと。確かに。でも男になったら相当逃げ切れそう。そうだね。まあでもさ、捕まったところで死刑とかじゃないんだったら一旦逃げるのはありかもね。そう、だから10年ならいいけど、余生、どうせ余生ずっとならさ。うん、そう、余生ずっとなら、せーの、一生逃げ続けます。でも面白かった、これね、この究極の2択、今後もやっていきたいと思いますので、皆さん、なんかいい2択があれば、ぜひ教えてください。お願いします。で、ここ、ももクロと答え違ったわとか、ここ共感とか、コメント待ってますので、ぜひよろしくお願いします。それでは、次の動画でお会いしましょう。バイバイ。